116水発売のアンアン2421号通常版原田にいいもの大賞2024の表紙はグローバルグループ EN-N の皆さん、 KP オープニングボーイグループの中でデビューから最速で実現する日本3都市を回るドームツアーの開催と韓国でのカムバックを目前に控え、ますます勢いに乗る EN-N。 ひたむきな努力と成長を見せ続け、世界を虜にする7人が11月6日発売のアンアンで初登場にして初表紙を飾ります。1日の撮影を通して日本語が堪能な皆さんにはとても助けられました。スタジオからの窓から見える日本語の標識を読み上げて、合っていますかとキュートにスタッフに尋ねるジョンウォンさん。撮影時のやり取りやインタビューも、すべて丁寧で完璧な日本語でこなしてくれた J さん。そして、スタッフの要望を細やかに汲み取って、他のメンバーに伝えながらスムーズな撮影にしてくださったニキさん含め、皆さん、通訳の方が訳し始める前に、編集部の意図を理解してくださいました。ソロインタビューでは、デビューから現在までの4年間の心境の変化やグループ、ファンの方々への熱い思い。ジョンウォンさんはいつも明るくて元気で頼りがいがあります。グループでは年下なのにリーダーに抜擢されました。J さんの凛とした佇まいからは、知性と品格がにじみ出ています。米語、韓国語、日本語が堪能で、日本語は完全独学でネイティブレベル。フィギュアスケート選手だった経歴とハンサムな容姿から、氷の王子の愛称で親しまれているソンフン。ジェイクは、率直な言葉と行動、積極的なファンサービスで、ファンの心をつかんでいます。彼が参加したスアウトアウト。EN-N のメンバーの中で、特に人に共感し、人を助けるのが得意だと自負しているソヌ。日本人メンバーのネイティブインストールメンツ KI は、繊細で表現力豊かなダンスで人々を楽しませています。ビテミでは振り付けに参加し、感性と独創性を発揮しました。